シックスシグマ、シックスシグマとは1980年代に米モトローラが開発した品質管理手法、または経営手法である。その適用範囲は主に製造業が中心であるが、製造業の製造部門にとどまらず、営業部門、企画部門などの間接部門への適用、さらにはサービス業などの非製造業への適用も多い。統計分析手法、 品質管理手法を体系的に用いて、製品製造工程など各種プロセスの分析を行い、原因の特定や、それへの対策を行って、不良率の引き下げや、顧客満足度の向上などをしていく。6シグマの語源となっているのは、統計学における、標準偏差を意味するシグマである。ある品質特性値が、平均値表、準偏差シグマの正規分布に従う。 製品不良の発生状態において、100万回の作業を実施しても不良品の発生率を3.4回に抑えることへのスローガンとして、シックスシグマという言葉が使われ、定着していった。モトローラのシックスシグマ開発にあたっては、日本の製造業で活発に行われている QC サークル活動を参考にしたとされる。ボトムアップが高つ、暗黙値が 支配的な日本の QC サークル活動をトップダウンで行う手法として、また統計学的な手法を取り入れた定量的評価を中心とした手法として開発された。モトローラで考案されたシックスシグマは GE が経営全体のプロセス改革に適応して発展させていった。1990年代後半になって日本にも紹介され、1999年に東芝は GE の手法に習い、さらに独自の改良を加えて、全社的な適用を行っているほ、ソニーでも導入されている。6シグマで主張する確率、3.4、100万は、正規分布で6シグマを超える確率とは異なる数値である。正規分布に従う、製品不良の発生状態において、顧客使用限界の幅をプラスマイナス6シグマとした場合、 それから外れる確率は10億分の2、すなわち 0.002ppm である。シックスシグマにおける値は 3.4ppm であり、両者には大きな差がある。6シグマの由来を示す。式を簡単にするために、分布の髪型だけを考えると、工程能力指数の一つである CPK と顧客使用限界アセルとの関係は、である。フォーミュラ2とし、 平均値の揺らぎをフォーミュラ3とすると、焦ると平均値の揺らぎの中心度の隔たりは、にする必要がある。6シグマにおける象徴的目標は、サンプリングされた各データの平均値の時間の経過に伴って起こる揺らぎを勘案してもなお、CBK を1.5にしようというものである。CBK イコール1.5は、シグマレベルでの4.5シグマに等しい。 3シグマ1.5イコール4.5シグマ。この時、顧客使用限界から外れる確率が片側で 3.4ppm である。これを達成するには、平均値の揺らぎを勘案しない短期的なデータから計算される CBK が2.0、つまりシグマレベルが6シグマである必要がある。これは、平均値の揺らぎが一般的に1.5シグマであるという定説に基づく、 4.5シグマプラス1.5シグマイコール6シグマ CPK やシグマレベルで表される工程能力は顧客使用限界に対する品質特性データのばらつきの優度である顧客使用限界と管理限界とが混同されることが多い一般的に品質管理で使われる管理図はプラスマイナス3シグマを管理限界としているこの管理限界は プロセスのアウトプットから採取される、品質特性デから計算されるものであり、プロセスの異常を検知する目的で使用される。6シグマの活動のポイントは、ばらつきの抑制に主眼が置かれている。ばらつきが発生しているプロセスに着眼し、そのプロセスの平均値向上を試みるよりも、ばらつきを抑えることに力点を置いてコントロールしていく。平均値が向上しても、 品質のばらつきが大きく品質不具合が発生してしまっては品質不良が原因で発生する損失コープックコストフックアークオリティを減らすことができない品質のばらつきを小さく抑えることによってご工程における不具合を減らしコープックを低く抑えるシックスシグマの実際の活動はブラックベルトという資格を有する人物が中心となって行う このブラックベルトは柔道の黒帯が語源となっている。ブラックベルトは専門の教育機関によって認定される。ブラックベルトはシックスシグマを遂行するにあたり、中心となって推進する人物に授与される。ブラックベルトを補佐する資格としてグリーンベルトがある。マイクとはシックスシグマにおける行動プロセスである。QC サークル活動などをおけるプドカサイクルを 発展させたものであるが、大きな特徴は、M、メジャーメント・ A、アナリシスという現状分析により大きな主眼を置いていることである。マイクの意味は次の通りである。書きプロセスを持続的に繰り返す。デメックやダマドブ、DFSS の各フェーズにおいて以下の主要なツールメソッドが用いられる。1998年から導入した。 シックスシグマ手法を用いた経営品質の向上を目的とした運動であり、次の四つの特徴を持っている。全体最適から掘り起こされた個々のプロジェクトを定着することによって着実な成果を積み上げていくものであり、東芝はこのシックスシグマ手法を採用したプロジェクト課題の実施にあたり、業績向上施策や業績のビジュアル化と利益向上につながるフォロー体制といった仕組みを 独自に構築した。投資場はこれらの仕組みと二つの変革手法を未運動を通して経営変革手法として体系型ものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。